ちは、よしみ百穴。まあ、あの大穴墓、横穴墓と呼ばれる、古代遺跡なんですけども、あの東京からね、小1時間ぐらいで来れる場所なのに、こういうちょっと不思議なあの遺跡なので、地元のお役所の方案内していただきながら、なおかつ僕もいろいろと、変な解説を差し挟みながら対談していけたらいいかな。楽しみです。すごいインパクトはありますし、ちょっとおしゃれというかちょっと岩ちゃん、ポイントとしては、はい、このちょっとこう中が少し見えるでしょう、はい、その構造でこうちょっと見ていってほしいんですよ。結構広い。広いでしょ。広いです。これは見た感じ3畳ぐらいあります、はい、上は1メートルとか、まあ、こう立てないぐらいな感じですけど、結構広かったです、思ったより。考古学っていうのが、なんかそのここからここまでの時代のことを考古学とか、そういうことを言ったりするんですか？いや、それはね、そうでもないんですよ。割と最近のことまで扱ったりするんですね。だから災害があったら、はい、災害の起きた現場を検証、発掘して検証することもあるし、はい、まあ、それ以外の割と中近世、最近江戸時代とか明治、大正、昭和の時代とかも、そのなんて研究のターゲットになったりするんですね。じゃあ昔のことだけじゃないっていう。そういうことです。考古学もすごく振り幅が広いんですよ。ということで、中村さん、実はこちらも吉見百穴も古代遺跡だけじゃないんですよね。そうですね。お、遺跡以外にも昔の方が使ってた場所がありますので、なんとぜひご覧ください。わー、お願いします。お願いします。光ゴケが自生してるんです。なんかあの8時半からここが開いてるって早いなと思ってたんですよ、はい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 、そしこのコケが朝に、はいはい、そうなんですよ、光が当たると緑色に光ってるんです。へー、覗いて見てもらうと。え、だってしかも国指定天然記念物じゃないですか。え、ここからですか？この時間って見えます？光が当たってれば見えるので。あ、もう今光は当たってないけれども、なんとなく見えます。あ、はい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 、あります。え、光ってますよね。どれどれ。え、ちょっと光ってますよ。あの蛍光にちょっと光ってません？あそこちょっと下の方わかりますかね、ちょっと見てると。あ、でこれがよく見えるってことですか？朝、私の方が光がこう差し込む。すごい光ってる。あの真ん中のトゥ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 ってやつですね、多分。すごい。そして中村さん、光ゴケについて、はい、こちら、はい、こちら、今柵がかかってると思うんです、はい、大きい。大きいですよね、はい、これは横穴墓ではないんです、はい、ちょっと奥の方見てもらいます、はい、何ここ、この洞窟は地下軍事工場跡地です。はい、つまり戦争の時にここ工場になってたんです、はい、ここが、はい、こんなとこに、はい、あの空から偵察しても見えないし、まあ気候というか、はい、あの温度とかも安定するし、いろいろ作りやすかったんですね、はい、ここ何作ってたんでしたっけ？飛行機の部品で、ね、あ、そうそうそう、はいはい、すごい、こんなとこで作ってたんですね。かなり奥も、はい、奥まで。奥にもまだ柵があるじゃないですか。さらにその柵も行けたんです、はいはい、え、どれぐらいの広さなんですか、この穴自体。広さ、そうですね、1キロはいいと思うんですけど、何百メートルっていう単位で。結構横に穴あるじゃないですか、はい、あれでも全然つながってて、もっと奥行きがこう入り組んだ形で、あったんですよ。え、これは昔は入れたんですか？まあ、割と最近まで入りました。僕も前入ってました。ここ何年かでちょっとこう、やっぱ自然のものなので、はい、上からの落下物があったりして、これをね、本当はなんだろう、お見せしたかったというか、はい、むしろこれがなんか僕的には遺跡だけじゃなくて、その戦争っていうものと、まあ割となんか考古学って結構セットになることもあったりするので、そういう意味ではよくできた配置かなと思ってたりする。すごい、だって
ね、百穴あってのここで終わりじゃないですか。だからその当時はもうこの遺跡とか関係なく、もしかしたらおそらくだけどこの辺にもあったんでしょう。それから掘って広げてって、あの横穴墓っていうのは割と防空壕に転用される率が高かったんです。あのもっと住宅地とかにあるやつもあったりしたんで、はい、そういうやつはもう広げられて拡張されて防空壕になってたりするんですね。そういう意味では本当に考古学と戦争の関係性っていうのを考えさせられる一つの場所ではあったということですね。へー、よく掘ったな。大変だったと思う。すごい。でもね、だけど掘りやすいです。だからこういう意味ではさっき言った素材が、あ、これがこの自体が、はいはい、まあ、泥の硬いやつだと思ってくれればいいんで、はい、これでも昔はそれこそ、うん、電気とかなかったわけですよね。あ、でも戦時中はありました。だからあ、そっかそっか、はい、じゃないと作れないですもんね、うん、でいいとこ見ますね。あの実はだからああいう横穴とかでも大きいやつとかだと寿司の跡とか残ってたりすること、はい、だからろうそく、あの明かりを中に入れて掘ってたのかなとか、そういうのが分かったりするし、ないとだから日の差し込む感じで掘ってたのかなとか、そういうのもいろいろね想像させられるんで、うん、そういうわずかな痕跡からどういうことがあったのかを伺うっていうのも本当考古学的な楽しさでもあります。よしみの、はい、面白ポイントもう一個あるんですよ。はい、こちら売店です。これすごくないですか。え、すごい、本物の古銭が出ます。はい、すごい、これめちゃめちゃちょっとテンション上がります。さあ、やばい、ガチャガチャ寂しい。開けてみます。開けます。さあ、何かな。ちょっと待ってください。セロハン結構頑丈に古銭入ってるから、ね、古銭が確かにすごい、全て本物のですからね。すごい、オーバー、それ200円でできるってすごくないですか、ね、すごい、こんなガチャガチャあるんですね。見たことないですよ。もう初めて見た。いや、まだ残ってたらいいなと思ってちょっとこう、はっ、ちょっと穴が開いてる。関越いいんじゃないですか。1621年、本物ですよ。あ、これなんか教科書で見たことある。そうですね、官営通報ですね。官営通報、はい、こういう風にこれ古銭、本物の古銭だけど官運かどうかわかんないけどでも本物です。はい、すごい、これ良くないですか。いいですよね。もう一個やってみますか。もう一個よ。ちょっと化石もやっぱ興味があるんでね。ちゃんといくつか入ってますね。はいはい、これも本物です。こっち本物って書いてないですけど大丈夫ですかね。これ良くないですか。これ欲しくないですか。虹色アンモナイト。あと恐竜のうんちも。いや、恐竜のうんちって歯とかもちょっと。歯いいですね。ちょっと何が出るかな。アンモナイト出るかな。やば。あ。出た。え、何？うんこ？うんこじゃない。うんこじゃない？あ。これね、石ですね。石？石。これはモスアゲート。あー、これはあれですね、綺麗な石です。綺麗な石でしたね。はい、化石はこれ多分、はい、今自分お財布忘れちゃった。あったら出るまでやりそうでちょっと怖いです。横から見るとあ、アンモナイト入ってる。え、嘘。あ、いたいたいた、これだ。うわー。いやいや、揺らすのはなしです。揺らすのはなしです。アンモナイト、しかも結構大きい。結構大きい。ここにいる。え、結構大きい。うわー。いやー、でもまあまあ宝石とね、お金いいじゃないですか。そうですね。はい、あ、精神的な安定を生み、余裕を持って新しいものの考え方ができるように促してくれると言われてますね。あのね、コロナで不安な時代ですから、あの安定大事ですよ。大事です。もうやっぱお金と精神の安定ですよ、これ。はい、大事です。大事です。ありがとうございます。この売店、はい、実はそれだけじゃないんです。お、はい、こちら売店名物があるんですよね。何ですか？あの。いろいろある。いろいろ、はい、どういうのが、はい、今すぐ食べるのとかお土産用ですか。食べるのがいいですね。食べるのがいい、はい、まあ、ごか棒なども手作りで。あ、そう、あれ気になってました、はい、棒。じゃあ僕普通のきな粉で、クランベリー。ちゃんクランベリーいきます。はい、はい、ありがとうございます。え、これ中なんですか、これは。これは中のね、もち粉のやつなんですよ。絶対おいしい。
ありがとうございます。あ、かわいい、すごいかわいい、軽い。何棒でしたっけ、ゴケ、ゴカ棒。あ、棒はしかも宝なんですね。いただきます、初めて。フェイスシールド、フェイスシールド難しい、はい、ちょっとずらして。うん、大丈夫ですか、美味しいですか。意外にしっとり。え、普通もっとしっとりするってことですか、気温が高いと。うん、うん、すごい。今でもしっとりもちもちです。客穴を見ながら、しかも今はちょっと紅葉も綺麗で美味しい。なんか昔駄菓子屋さんで10円ぐらいのきなこ棒みたいな、はいはいはい、あれに近い感じです。そうですよね、なんかあの高級駄菓子な感じ、うんうんうん、でも埼玉メーカーなんですね。うん、きなこが美味しい。なんかね、でもね、遺跡とかね見に来て楽しいのは、こういう風に売店とかでその土地のお菓子だったり名物だったり食べて、うんうん、行くっていうのは結構楽しいですね。ほんとやっぱその土地土地のものを知れたりとか、うん、やっぱさっきのああいう、ね、何でしょう、ちょっとあのガチャガチャ良くない？いや、めっちゃいいですよ。いいよね、びっくりした。俺も何年か前に来た時に、あ、ガチャ入ってると思って、しかもお金入ってると思って、うん、いや、これめっちゃテンション上がります、もう本当。ね、さっきのね、本物行き当てる。こういう個性をちょっとこうお守りに持っておくのは割といいですよ。僕いろんな国のそういう個性売ってるのを買ってきてやっぱり持ってたりします。並べてる時もあるし、なんとなく疲れた時にこう持って、うん、気分転換というか、うんうんうん、誰がこれ使ってたのかなとか。いや、400年前のものがあるって本当すごいなって思いますもん、うん、だからさっきの想像、考古学の想像力っていう意味では、そういうお金とかってやっぱどういうふうに人が使ってたのかなと考えることもあるし、例えばこういう遺跡にはね、お金入ってないことが多いです。まだ貨幣として流通してなかったから。あ、昔すぎてってことですよね、うん、ただそのある時期ちょっとお金が入ってたりするんですよ。でもそれっていうのは価値が分かって埋葬副葬品として入れられてたのかどうなのかなって考えることもあって、だからそのまだお金っていうものではなく、中国とかから入ってきた珍しいものとして、なんかお宝として置かれてるのかもしれないなと思うわけです。1枚だけ入ったりすると、だからそのそれが数あったりすると、その通貨として多分流通してるから、そのいっぱいあることに価値があるんだと思うんですよ。使えるからね、やっぱ札束だった方がいいわけですよ、1枚入ってるよりも。でも1個だけあると、もしかしたらそれそのものがお宝って考えた時代なのかなとか、そういうふうにお金が1枚からでもそういろんなことを考えられるっていう、そういう意味では本当にこうなんていうの、ご機嫌な学問ですよね。はい、こちら、はい、というと話してたら、はい、くっついちゃいましたね、はい、吉見町埋蔵文化財センター。お、はいはいはい、さっき言ってた、はい、考古学者になるにはどうしたらいいですかっていうのの回答の一つですね。ここに就職できれば考古学者です、はい。まあ、でも吉見のここは遺跡に隣接してあるんで、まあ、非常に恵まれた環境だと思いますね。あ、ここは吉見町で採れたその埋蔵品があるんですかね。採れたというか発掘された。あ、発掘されたもの、はいはい、そういう感じで、だから、まあ広くいろんなものを扱う、吉見百穴の多分ものだけじゃないやつも扱ってると思うんで、どういうものかちょっとね、実際今ちゃんもこれ遺跡があって、はい、遺跡から出てきたものは遺物っていうんですけど、はい、それがどういうものかってなかなかイメージできないと思うんですよ、はい、だからそういう意味ではこの中にちょっといろいろあると思うんで、そちらも見れたらなということで、早速行ってみたいと思います。はい、はい、こちらいろいろ展示があるんですけど、うん、どうだな、やっぱここかな、順路になってますけど、さっき僕が現場で説明したじゃないですか、専門、言ってました、専門と、はい、これこういう字、そういう字を書きます、専門で、この原文でこう線路、これ短いですけど、これね、地域によってはこれが何メートルもあるところがあるんですよ。じゃあもうより厳重にというか、はい、特色があるんですね。また
時代を経るに従ってここのここそんなに掘らなくてもよくねみたいななってくる、うんうんうん、それまではメートル単位だったのがギュギュギュッとこうなってくる。よりいっぱい作れるっていうことですもんね。そうですね、はい、スペースを。あ、どうも、はい、こんにちは。どうも、こっちだからご先祖様がこっち寝てるところにこうあの子孫が これをどける、はい、この封印をどけて入ってくるということができるわけです。これは埴輪ですね。あら、へー、鶏埴輪は6世紀はい、6世紀古墳時代。これ吉見で出てますね、はい、すごい。お馬さんです。あのいろんな遺跡があるので、あのこの周辺には、はい、これ縄文時代の遺跡のあれ出てきた遺物ですね。土偶、まあ、土の人形ですね。すごい。これはあのあれですね、時間なのであのピアスですね。耳飾り、はい、でかくないですか。入ります。大きい。入らないです。あのちぎれますでしょ。だから最初ちっちゃいのから広げてって最後こんだけでっかいの開けたっていうことですね。お、ちょうど来ましたね、こちらに吉見の百穴の発掘当時の資料がこれあります。明治21年頃。あ、でもこのとこれには130ありって書いてあるから、うん、今は219と言ってましたけど、埋まってたりしたりして分かんなかったやつとかもあったんだろうなっていう。その当時これは何だっていうのを調べたい人たちが集まってっていうことですよね、うん、はい。うん、考古学ブームみたいなのがね結構あったんですよ、何回か、過去何回かで。その時今ほどじゃなくて、この昔の方であればあるほど割と人海戦術で掘ったりするから、それボランティア募集みたいなのが多くて、そこに参加する人も多かったんですね。はあ、どうですか、埋蔵文化財センターの展示面白かったでしょ。面白い。なんか説明をやっぱ聞きながら見るっていうのがすごく自分としても新しい知識というか、わからないことを知れたので、うん、いいっすね。なんかあと超優秀優秀で、超優秀優秀、優秀優秀、優秀優秀、優秀優秀でちょっと癒しを感じたりとか、なんかね、遊び心あっていいですよね。うん、なんか温かみをやっぱ感じましたね。うん、感じますよね。あのね、でもやっぱりこういうの見てて思うんですよ。好奇心を満たすことって。やっぱりこう一回満たし出すとね、もっと欲しくなるんですよ、好奇心、うん、もうだから一回知り始めるともっと調べようとかもっと勉強しようとか思いやすいっていうか、うん、そういうのがね、こういうとこ来ると僕改めて思います。あ、これどうだったっけなとか説明しながら、知識が不確かだったところから、あ、それもう少しあれやりたいなと、もう少し調べようかなってにもなってきて、それすごい面白かったですね。吉見の百穴みたく、観光と勉強が両立できている場所っていうのはね、そうやって2度3度来ても全然満足できると思いますんでね、ぜひ訪れてみてください。それとですね、丸山ゴンザレスの新刊も出ます。何度も告知して申し訳ありませんが、一応今回ねこれの動画ですから、これだけはちょっと言わせてください。丸山マスターゴンザレスのクレイジー考古学、双葉社さんからです、ね、発売中でございます。発売が、12月15日かな、はい、で初から発売しておりますので、ぜひ、書店、ネット等でお買い求めください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。買ってね。